それでは予想フォーメーションをご覧いただきましょう。ホームの沼津は今日はゴールキーパーに野村先発、それから左サイドバックに大迫晃が先発をします。ワントップは高橋純也。それではアウェー鳥取の予想フォーメーションをご覧いただきましょう。ゴールキーパーが糸原、前節から3バック 3-4-2-1 というシステムで、戦っています。前節はそれで藤枝戦4点を取って勝ちました。この地元足高の出身、ここでシュート打ってきました。クロスバーを越えていきます。思い切って後方から打ってきました。主導権は沼津が握っていると言ってもいいでしょうか。ここはいいシュート打った、ポスト、まだいけるか。これクリアしました。ソメヤもそうなんですが、ウリュウもソメヤも中でもプレーをかなりしています。絞る、そして開く、この動きをきちっとしている感じがありますが、さあ抜けた、どうだ、鈴木健志郎、鈴木健志郎、左はたく、ウリュウ構成、入ってきた、どうだ、決まったか、決まった、決まった、ゴール、ゴール、高橋純也、ゴール決まりました。高橋純也、今シーズンこれが5点目のゴールになりました。ファーにまでこうやはり鋭いボールなんで抜けてきました。日本体育大学出身の2年目。これはチャンスでしたが、最後は抑えることはできませんでした。染谷のクロス、どうだ、ヘディングができるか。鳥取が弾き返した、もう一度沼津が拾う、外からのシュート、ポストに当たる、こぼれた、クリアする、もう一度沼津、沼津の方が攻撃が厚い、そのまま行く、シュート打ってきた。ここも瓜生康生、思い切って打ってきました。おっと決まった、見事なゴールは藤崎智樹、2-0、浜のフリーキック、裏から間に入っていた藤崎が見事でした。あっと、もう一度しかしチャンスだ、シュート打った、がっちりと取りました野村です。ゴールキーパー菅井、安西、染谷が前に走っていきますが、その染谷へ通ります、クロス、シュート打った、高橋、ワンバウンドでゴールキーパーキャッチ。つながっている、シュート打てるか、まだまだ鳥取ボールか、シュート打った、コーナーキックですよね。この辺りで1点取るとかなりこう大きいと思うんですけれども、沼津も失いましたが、さあここ鳥取チャンスになる、中に、あーっとシュート打ってきた、決まった、ゴール、鳥取反撃、2-1、今の場面です、右からのボールこぼれてきたところ、佐藤直樹がですね、ここで最後まで鳥取は諦めませんが、今笛が鳴りました、タイムアップ、タイムアップ、アルシャナタイム3分を超えてタイムアップ笛が鳴った、試合終了、2-1、鳥取粘りましたけれども沼津がなんとか逃げ切ったというゲームになりました。2-1、沼津が見事に逃げ切って勝ち点3をプラスしました。